マルチに必ずいる迷惑なやつ50選。1、ビーコンのブロックを奪うやつ。なんでビーコンが機能しないんだ？もしかしてブロックが足りないのかな？で、誰が夜中にくり抜いたやつ？ビーコン用のブロックが一つでもなくなれば機能しなくなるので、盗まないようにしましょう。2、燃料を無駄に使うやつ。対末用に石炭鉱石を集めたぞ。ちょうど燃料持ってるし、精錬でもするか。アイテムを一つ焼くのに、コストの高い燃料を使うのは、もったいないのでやめましょう。3、建築に氷を使うやつ。よし、氷だけでお城を作ったぞ。次はこの周りの家を氷に変えて、アイスランドでも作るか。氷で建築をすると、溶けた時に水浸しになってしまうので、溶解か製氷で作りましょう。4、夜になっても寝れなくするやつ。あれ？寝れないんだけど、近くにモンスターいないのになんでだ？って誰だよこんなところにゾンビ隠したやつ。ベッドの近くにモンスターを隠すと、夜になっても寝れなくなってしまうので、陰湿な嫌がらせはやめましょう。5、音ブロックでうるさくするやつ。こいつガチャガチャうるせえな。今日は音にも程があるだろ。てか、こんなところで路上ライブごっこすんなよ。路上でライブをするなら、専用の場所でしましょう。1、製図台で地図を勝手に大きくするやつ。この看板、地図を何枚も貼り付けて邪魔くさいな。僕が1枚にまとめて、すっきりさせてあげよう。地図を大きくしすぎると見にくくなるので、中ぐらいのサイズにしておきましょう。2、ネザーゲートを塞ぐやつ。そろそろオーバーワールドに帰るか。は、誰だよネザーゲートを塞いだやつ、出られないじゃねえか。ゲートを塞がられると、内側から出られなくなってしまうので、絶対にやめましょう。3、ホッパーと6個でアイテムを盗むやつ。アイテムが欲しいから、チェストの下にホッパーと6個置いて、マイハウスまで繋げるぞ。これで何もしなくてもアイテムが手に入るぜ。チェストに物を入れて中身が消えたという方は、真下を掘って変なものがないか、確認をしましょう。4、周りが見えてないやつ。誰だよあんなところに土台を作ったやつ、真下が真っ暗じゃねえか、高いところに建築するなら場所を選べよ。天空に建築をするときは、真下に何もないところで作りましょう。5、ボーダーの外に出るやつ。サボ主に OP もらったから、スペクテーターでボーダーの外に出て、冒険に行くぞ。サボ主から OP をもらっても、管理者権限を乱用するのは、絶対にやめましょう。1、クリーパーに爆破されても放置するやつ。こんなところにクリーパーがいるぞ。危ないから僕が処理してやるぜ。クリーパーに地形や建物が破壊された時は、放置せず、元の状態に戻しましょう。2、人の家に丸石製造機を作るやつ。よし、丸石製造機ができたぞ。これで石に困ることは当分ないぜ。木の近くでマグマを使うと火事になってしまいます。勝手なことをして周りに迷惑をかけると、バンされるかもなので気をつけましょう。3、建築を真面目にしないやつ。誰だよ街の中に怪獣みたいなのを作ったやつ、建物が破壊されてるじゃねえか。ここはウルトラマンの世界じゃないんだから、変なもの作るなよ。街に怪獣が出現した時は、シュワッチして倒しましょう。4、序盤でジュークボックスを作るやつ。え、もうダイヤ集めたんだ、せっかくだし、僕がジュークボックスを作ってあげよう。序盤でレアアイテムを無駄遣いすると、後々困るので、計画的に使いましょう。5、ハーフブロックで湧き潰しをするやつ。ハーフブロックで湧き潰しをしたやつ誰だよ。普通は松明置くだろ。暗いし景観も最悪だから、撤去してくれ。ハーフブロックで湧き潰しをするなら、ネザーでしましょう。1、勝手に回路を動かすやつ。凄そうな回路があるな。少し気になるから、動かしてみるか。人が作った装置をいじくり回すと、回路が壊れるかもしれないので、触らないようにしましょう。2、ビーコンのブロックを置き換えるやつ。鉄が欲しいから、ビーコンピラミッドの鉄風呂を少しもらうぞ。バレるとまずいし、似たようなブロックに置き換えておくか。ピラミッドのブロックが一つでもなくなると、ビーコンが機能しなくなるので、盗まないようにしましょう。3、建築のこだわりが強すぎるやつ。なんか樽の向きが変じゃない？気になるから向きを変えるか。よし、これでいい感じになったぞ。で、また変な樽があるよ。こだわりが強すぎると、作業が一向に終わらないので、ある程度は妥協しましょう。4、苗木を飾るやつ。ここら辺なんだかのっぺりしてるから、苗木を植えて、おしゃんていにしてあげよう。苗木を飾った後は成長を止めておかないと、もじゃもじゃになってしまうので、気をつけましょう。5、場所を考えずに水バケツ着地をするやつ。いやー、こっちって水バケツ着地うまいな。もっと練習して、PVP に生かすか。水バケツ着地をすると、畑や回路が壊れるかもしれないので、場所を考えてしましょう。1、レールの行き先を勝手に変えるやつ。ここのレール複雑すぎて、よくわからないな。ちょっといじっちゃったけど、問題ないか。レールの行き先を勝手に変えると、通る人が困るので、触らないようにしましょう。2、草まみれにするやつ。ここら辺自然がなさすぎだろ。環境に良くないから、僕が緑を増やしてあげるぜ。整備された道に草を生やすと撤去が大変なので、絶対にやめましょう。3、村人取引を高くするやつ。誰だよ村人の取引を高くしたやつ、こんなの交易できねえよ。後の人のことも考えて使えよな。連続で交易をすると、取引内容が高くなってしまうので、同じ村人と交易をするのはやめましょう。4、金床の耐久を無駄に減らすやつ。よし、金床を積み上げたぞ。これで一番下を壊せば、だるま落としの完成だ。金床を落下させると、耐久が減ってしまうので、積み重ねるのはやめましょう。5、残留ポーションを投げまくるやつ。残留ポーションが余ってるから、スキルついでに投げまくって遊ぶぞ。オラ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 。残留ポーションを投げまくると、ワールドが重くなってしまうので、少しずつ使いましょう。1、人の家を勝手に改造するやつ。この家誰のかわからないけど、部屋の中にビーコンを置かせてもらうぞ。よし、設置できたぜ。人の家を勝手に改造するのは、嵐と同じなので、絶対にやめましょう。2、
リスポーンアンカーを爆発させるやつ。なんだろうこれ、マイクラにこんなブロックあったっけ？うわぁ、爆発したんだけど。リスポーンアンカーは、TNT より爆発の威力が強いので、建築などに使わないようにしましょう。3、ディスペンサーをドロッパーに変えるやつ。なんだこのおちょぼ口。こんな顔よりにっこりしてるやつの方が可愛いだろ。見た目が気に入らないからといって、装置を壊すのはやめましょう。4、飾ってるケーキを勝手に食べるやつ。なんだこのうまそうなケーキは。ちょうど腹減ってきたし、お腹がいっぱいになるまで食べるぞ。食料がないからといって、装飾として置いてあるアイテムをむしゃむしゃ食べるのはやめましょう。5、草ブロックを道ブロックに変えるやつ。なんでここに道がないんだよ。路地裏で迷子にならないよう、僕が管理的な道を作ってあげるぜ。誰も通らなさそうなところに道をつなげると迷子になりやすくなるので、余計なことはしないようにしましょう。1、額縁のアイテムを盗むやつ。こんなところにレアアイテムが飾られているぞ。ちょうど防具欲しかったから、全部もらっていくぜ。額縁のアイテムは建築の一部なので、盗まないようにしましょう。2、OP を欲しがるやつ。おいそこの管理人、僕に OP くれよ。いや、俺も手だからそんな権限ないよ。少しぐらいいいだろ、ケチだな。OP を欲しがるやつにまともな人はいないので、管理人の方は絶対渡さないようにしましょう。3、サブアカの名前を変えて入ってくるやつ。え、空飛んでるやつがいるんだけど、荒らされそうだしどうしよう。で、また入ってきやがったな。よし、IP バンしたっか。いや、こいつ何個赤持ってるんだよ。バンしてもきりないな。は？4、感圧板でうるさくするやつ。感圧板で何してんだこいつ。音ゲー楽しい。ガチャガチャうるさいからやめろよ。君も一緒にやるかい。音ゲーがやりたい方はゲーセンに行きましょう。5、トライデントをそのままにするやつ。そこのお前、トライデントを投げたら回収しろ。ここまで取れたら回収してやるよ。エンチテが増えすぎるとワールドが重くなるので投げたものはしっかり回収しましょう。1、放った矢を奪うやつ。弓で的当てするの難しいな。で、そこのお前矢を盗むなよ。僕盗んでませんよ。嘘つくな返せ。他人が撃った矢を拾ってしまったら持ち主に返してあげましょう。2、カナトコを落としてくるやつ。空からカナトコが降ってきたんだけど、いて。へっ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 へ。それマジで痛いからやめろ。まだまだ落としていくぜ。カナトコで攻撃するのは PVP の時だけにしましょう。3、人の足場を壊してくるやつ。今から建物の修復作業をするか。は？誰だよ足場壊したやつ。そんなことするより、僕と遊ぼうぜ。うるせえよ、作業の邪魔すんな。作業中にちょっかいを出すと、空気が読めないやつと思われるので、やめておきましょう。4、タサバのルールを押し付けてくるやつ。アイテム整理でもするか。そこの君、ジェスト使ったらダメだよ。いいだろ少しぐらい。前タサバでは禁止だったからダメだよ。タサバのルールを押し付けると、疑われるのでやめておきましょう。5、トライデントを奪うやつ。やり投げでもするか。で、そこのお前盗むなよ。わーい、トライデント拾ったぜ。返せクソガキ。トライデントを投げると盗まれる可能性があるので、忠誠をつけておきましょう。1、周りが見えてないやつ。うわぁ、びっくりした。おいこの野郎、人がいるのにクリスタル壊すなよ。いやぁ、僕って弓うまいなぁ。聞いてんのか。エンドのクリスタルを壊すときは、周りの確認をしてからしましょう。2、フル装備でリスキルをしてくるやつ。さあ、新しいサバで遊ぶぞ。あ、どうも。お前見ない顔だな、新エリカ。はい、こいつ生意気だな、ボコボコにしてやるぜ。丸裸の人をフル装備でいじめると、サバに来なくなってしまうかもしれないので、絶対にやめましょう。3、脅かしてくるやつ。そろそろ家に帰るか。うわぁ、びっくりしたじゃねえかこの野郎。えっへっへっへ、ドッキリ大成功だぜ。クリーパーのコスプレで脅かすと心臓に悪いのでやめましょう。4、バンされるのはお前だぞってやつ。誰だよここに土ブロック置いたやつ。あ、運営だ。早くこれやったやつバンしろよ。これぐらいのことでバンは無理だよ。なんだよ使えねえな。運営に歯向かうとバンされるかもしれないので気をつけましょう。5、ダサバの名前を出してくるやつ。PVP の会場どうしようかな。これ廃墟のベッド坊主じゃん。きれいよ。それじゃあ一緒にベッド守るか。タサバの名前を許可なく発言するのは運営に迷惑なので絶対やめましょう。1、盲目ポーションを投げてくるやつ。今からクリエで街を作っていくぞ。で、誰だよ盲目ポーション投げたやつ。真っ暗で何も見えねえだろ。クリエで何でも出せるからといって余計なことはしないようにしましょう。2、トロッコの邪魔をするやつ。トロッコで旅に出るか。僕も乗せてよ。そこのお前邪魔だからどけよ。てかトロッコ盗むな。レールの上に立って進路妨害はやめましょう。3、毒ポーションを投げてくるやつ。ここら辺の家オシャレだな。いて、なんか降ってきたぞ。で、おいそこのお前、ベランダから毒ポーション落とすな。ほれ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 、まだまだ落としていくぜ。ベランダからゴミを捨てるときは、真下に人がいないか、確認をしてからにしましょう。4、他の実況者の名前を出してくるやつ。見て見て、ゴラヤン像を作ったよ。すごいけど勝手に作っていいのか。いいのいいの、多分大丈夫だよ。他の実況者の名前を許可なく出すと、本人が迷惑かもしれないので、注意しましょう。5、嘘を教えてくるやつ。ここに鉱石を投げるといいことが起こるよ。それって本当？本当本当。待て待て、初心者に変なこと教えるなよ。初心者に嘘の豆知識を教えて、おちょくるのはやめましょう。